秋田方市の恥をこれ以上全国にさらすことは絶対に許容できない。辞職を要求したのはおよそ30人の市民で作る秋田方市政刷新ネットワークです。石丸市長は2020年10月議会との意見交換をめぐって恫喝されたと SNS に投稿し、その後女性市議を名指しするなどしましたが、広島地裁は先月、実際には恫喝はなく市議の名誉を毀損したとして石丸市長側に損害賠償を命じる判決を言い渡しました。石丸市長は判決を不服として控訴しましたが、市民グループは時間的に余裕があったのに地方自治法で必要とされる議会の承認を得ず控訴したと批判しています。就任早々に恫喝発言をでっち上げて、そのことを契機にして議員をいわゆる悪役にする、自分はその悪役を懲らしめる正義のヒーローとして振る舞っていく。今回の辞職要求について秋田方市は石丸市長がコメントする予定はないとしています。